ピーター・ラビットは2018年制作の映画。アメリカ合衆国、オーストラリア・イギリス合衆作。ピーター・ラビットの初の実写映画化作品である。イギリスの湖水地方に暮らすピーター・ラビット、そのいとこのベンジャミン、三つ子の妹のフロプシー、モップシー、カトンテール。彼らの住みかの近所には人間のジョーマ・マグレガーという人物が住んでいた。 ピーターたちの父親は昔マグレガーに捕まってミートパインにされてしまったのだが、ピーターたちはしょっちゅうマグレガーの庭に忍び込んでは農作物を湿気していた。ピーターたちの近所にはビアという画家の女性も暮らしており、彼女はピーターたちがマグレガーに捕まりそうになるといつも助けてくれた。ピーターたちは心優しい彼女を母親のように慕っていた。 ある日ピーターはマグレガーの庭に父の形見であるジャケットを置いてきてしまう。ピーターは庭に戻るが、運悪く、マグレガーに捕まってしまい窮地に陥る。しかし突如マグレガーは心臓発作を起こし、そのまま生き絶える。ピーターは浮かれて森の生き物たちを呼び集め、マグレガーの家でドンちゃん騒ぎを繰り広げる。一方大都会ロンドンでは、 マグレガーの甥いのトーマスがハロッツの玩具部門で働いていた。ある日上司に呼ばれたトーマスは、ついに昇進が決まったのだと期待に胸を躍らせる。しかし彼に伝えられたのは、会ったこともない王子、マグレガーの不法と昇進のチャンスがなくなったという通告だった。トーマスは王子の死にはあまり動揺しなかったものの、昇進の件については激行した。 あまりの怒りで短気を起こして店で暴れたトーマスはハロッツを解雇されてしまうのだった。自宅で落ち込むトーマスのもとに王子の住んでいた家をトーマスが相続したという知らせが入る。家にそれなりの価値があることを知ったトーマスはそれをリフォームして売りに出しその金で自分のおもちゃ屋を開きハロッツを見返してやろうと企む。王子の家の下見にやってきたトーマスは 家を埋め尽くす動物たちに驚き、即座にピーターたちを追い出した。そして、ピーターたちが庭に入ることができないように囲いを厳重にした。しかしそれにもかかわらず、ピーターとベンジャミンが庭に忍び込んだところ、ベンジャミンがトーマスに捕まってしまう。ピーターと三つこの妹はベンジャミンをなんとか救い出すが、腹を立てたトーマスは町にウサギ退治の罠を買いに行く。 その街でたまたま買い物をしていたビアに会ったトーマスは彼女と仲良く話をしながら一緒に村に帰った。ピーターたちはその様子を面白くなく思って見ていた。トーマスとピーターの争いが激化する一方でトーマスとビアは互いに仲を深めていった。ピーターは二人の仲をよく思わない。ある日ビアの家の中でピーターとトーマスが争っていた時、弾みでビアの絵を汚してしまう。 トーマスは絵が汚れたことをピーターのせいにし、それを信じたビアは他のウサギともどもピーターを家から追い出してしまう。ピーターが悲しみに暮れる中、ビアとトーマスはさらに惹かれ合っていくのだった。ピーターとトーマスの争いは日に日にヒートアップし、ついにトーマスはピーターらの住む巣穴にリモコン式のダイナマイトを設置する。ピーターらは巣穴から飛び出し、ピーターらは 野菜や果物を、トーマスはダイナマイトを投げつけ合う激しい争いになる。トーマスの投げたダイナマイトの音を聞きつけたビアが様子を、見に外に出てきたが、トーマスは何でもないと言いつくろう。しかしその時、たまたま、トーマスの落としたダイナマイトのリモコンを見つけたピーターは、スイッチを押してしまう。巣穴に設置されたダイナマイトは爆発し、巣穴の上に生えていた大木が倒れ、 ビアのアトリエを潰してしまう。激しく怒るビアにトーマスは、ウサギが爆発させたと説明するが信じてもらえず、ビアはトーマスに失望する。落ち込んだトーマスは、ロンドンに戻っていった。ビアが、ピーターたちをいたわる一方、ピーターも幸せな気分にはなれなかった。ふとピーターが、小さい頃に亡くなった両親のことを思い出したとき、両親は、 愛を分かち合うということは愛を失うことではないと、ピーターに語りかけ、ピーターは自分の思い違いに気がつく。アトリエが壊れてしまったビアは村を離れようとしていた。ピーターはビアが出発するまでに戻ってくると、妹たちに行ってベンジャミンと一緒にロンドンのハロッツへトーマスを探しに行く。ビアのところに戻ったピーターとトーマスは自分たちのしたことについて、ビアに謝る。 トーマスが一方的にウサギをいじめていると思っていたビアだったが、ピーターが自分でリモコンを押してみせると、ビアは二人で喧嘩をしていたことを理解した。そこへ、トーマスの家を買ったという夫婦が現れるが、ウサギたちは彼らを追い出すことに成功し、ピーターはトーマスにウィンクしてみせた。その後、トーマスは村でおもちゃ屋を開き、ビアはピーターとその仲間たちを、 主人公にしたイラスト入りの本を書き始めた。撮影セット2015年4月、ソニーピクチャーズから流出したメールによって本作の企画の存在が明るみに出た。12月、ソニーピクチャーズは正式に企画の存在を認めた。2016年8月4日、ウィル・グラックの監督起用とジェームズ・コーデンとローズバーンの起用が発表された。9月26日、 デイジー・リドリーとエリザベス・デ・ウィッキの出演が決まったと報じられた。10月18日、ドーナル・グリーソンが本作に出演するとの報道があった。24日、マーゴット・ロビーがキャスト入りした。12月18日、本作におけるピーター・ラビットの画像が公開された。2017年11月7日、シアが自身のツイッターで本作に出演しているとツイートした。 本作の主要撮影は2016年12月に始まった。ナモミの人間が演じるシーンはシドニーのセンチネンタルパークで撮影された。なお、パディントン駅でのシーンはシドニー市内のセントラルレールウェイステーションで撮影が行われた。トーマスとピーターの対決シーンはプライベートライアンを参考にしており、爆発シーンも火薬を用いて撮影されている。当初、 本作は2018年3月23日に全米公開される予定だったが、後に公開日は同年2月9日に前倒しされた。本作はフィフティシェイズ・フリード及び15時17分パリ行きと同じ週に封切られ、1600万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていた。2018年2月9日に全米3725巻で公開され、 公開初週末に2500万ドルを稼ぎ出し、週末工業収入ランキングは、フィフティシェーズ・フリードに次ぐ初登場2位の成績を記録した。イギリスでは、リメンバー・ミーの記録を抜く、工業成績を記録し、2018年で最も人気を集めたファミリー映画となった。他の市場の工業成績は、中国2650万ドル、オーストラリア2020万ドル、 フランス1230万ドル、ドイツ1210万ドルとなっている。日本では公開週末に1億8600万円の工業収入を記録した。オーストラリア西部の映画館で本作が上映された際、サイ・アール指定のホラー映画、ヘレディタリー、継承の予告編が誤って流されるというトラブルがあった。家族連れで賑わっていた室内は一時騒然とし、 少なくとも40人の子供が予告編を視聴してしまった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには124件のレビューがあり、批評家支持率は62%、平均点は10点満点で5.8点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ピーター・ラビットは、 ビアトリックスポーターの古典のキャラクターたちをカラフルかつ、好ましい形で現代にみえらせた。若い観客たちを楽しませることはできるはずだが、原作をこよなく愛する人たちを激怒させる可能性は十分にある。となっている。また、メタクレッティックには25件のレビューがあり、過重平均値は52、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A マイナスとなっている。 2017年9月21日に本作の予告編第1弾が公開されるや、いなやネットを中心に映画版はビアトリックス・ポーターの原作絵本に対する冒徳であるという趣旨の批判が巻き起こった。コライダーは本作の予告編をゴミ、低俗なコメディでゾッとすると評した。ガーディアンはピーター・ラビットの映画はある、種の極めて無能な人間の諸行に思える。 ピーター・ラビット、エドワード7世の知性下に生きていた、穏やかで優しいピーター・ラビットの極めて痛ましい光景が広がっている。と批判している。メトロは、もしも映画版が2分間の予告編通りの作品なら、絵文字の国の寺院以来最大の問題作になるはずだ。注意深く耳を澄ませれば、ビアトリックス・ポーターが墓の下で憤慨している声が、聞こえてくるだろう。と述べた。 11月7日予告編第2弾が公開されたが、こちらは激しい批判にさらされなかった。本作にはウサギたちがブラックベリーアレルギーのトーマス・マクレガーにブラックベリーを投げつけ、彼をアナフィラキシーショックにたらしめるシーンが存在する。公開直後からこのシーンがアレルギー患者に対するいじめであるという批判が相次ぎ、 配給元のソニーに謝罪を要求する声が高まった。こうした声を受けて、ソニーピクチャーズは、当該シーンが配慮を変えたシーンであったことを認めて、謝罪した。2018年5月、続編の制作がスタートし、監督やキャストは、続投することが報じられた。二千十九年二月十二日、デビッド・イエローの出演が決まったとの報道があった。本作の続編、 ピーター・ラビットに、バーナバスの誘惑は2021年3月25日にオーストラリアで封切られ、順次各国で公開された。日本では6月25日に公開。ありがとうございます。